ケモンたちの鳴き声がこだまするここポケモンスタジアム、この鳴き声が勝利のおたけびとなるか。第5回戦です。残るはたったの8名です。
立て、激しい攻撃、逆転をついた。さあ対するは歩く一発、白熱したバトルが続いております。ポケモンがモンスターボールに戻ります。ここでブラッキーの登場だ。さあここでこれは効果なしです。さあこのポケモンチェンジで試合の流れがどう変わるか。さあこれはアルヒット。おっと黒い眼差しだ。あっとポケモンの交換ができなくなりました。さあ両者とも体力は互角、まだまだ余裕です。これはどうだ、アルヒット当たった。おっと毒攻撃だ。おっと毒でスッチ終わらせる。おっと奇跡の実を使いました。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。この攻撃小さなダメージ、さあこの場面で相手をじわじわ弱らせる作戦できたか。さあ決戦が続いております。ここで守りの体勢に入りました。さあ今度はおっと攻撃が外れた。さあ激しいバトルです。技がうまく決まりません。さあここで凍りつけになってしまった。凍ってしまったことでバトルが一方的になってしまった。ちょっと凍っていて動けません。さあこれは歩き一発、さあ熱いバトルが展開されております。今両者戦闘態勢に入って、このまま負けを待つしかないのか。ここで体力回復だ。おっと氷が溶けた。両ポケモンの間に体力の差がついております。ここで体力回復だ。あたやまだ余裕着々、あたや疲れを見せております。おっとこの技は失敗です。ここで10万ボルトだ。よし、ここでダウンです。さあ次のポケモンを準備です。ここでジュゴンの登場だ。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。ここでポケモンを交代します。ここでケンタロスの登場だ。これはどうだ、いいからダメ。さあこのポケモンチェンジがバトルにどう影響するか。激しい攻撃、これは有効だ。
簡単後には滅んでしまいます。こういうほどの攻撃だ。おっと、持っていた道具で体力を回復です。さあ、決戦が続いております。クロッチョ、これは来た。おっと、ダウンだ。さあ、出せるポケモンは1匹しか残っておりません。鳴き声とともにポケモン登場。これで使えるポケモンは最後です。両者とも大健闘です。ここでポケモンをチェンジだ。モンスターボールが開いてポケモンの登場です。おっと、毒を食らっていますが大丈夫でしょうか。この攻撃、ある一撃。さあ、今入れ替えたポケモンがどう活躍するか。ここで大コキネシス、十分。これで残るポケモンはゼロとなりました。ここで試合終了。